シダ未来、うつぼかずらな女に挑む8号スタートの富士系ドラマ主演女優のシダ未来、24、が、8月5日スタートの富士テレビ系大人の土ドラ、うつぼかずらの夢、東海テレビ制作、土曜午後11時40分、で主演し、したたかで怖い女役に挑む。しだの連続ドラマ主演は7年ぶり。直木賞作家のの南朝さんの原作をドラマ化。 純朴だった少女が、したたかに虫を捕らえる食中植物のウツボカズラのように、モテる者を養分に成長していくウツボカズラな女に変貌する様を描く。主人公の18歳の斉藤美冬は長野で育つ。母の死後、父が愛人を家に引き入れたことで居場所を失い、東京に住む母のいとこの鹿島田直子を頼って上京する。 しかし、直子の裕福ぶりと自らの境遇との差に理不尽さを感じ、さらに助けてくれると思っていた直子からは驚愕の言葉が、やがて美冬はウツボカズラな女として目覚めていく。新境地に望む志田は、今まで演じたことのない役柄ではありますが、新しい自分をお見せする気持ちで頑張ります、と意気込んでいる。ナオ子役に大塚寧々49、のほか、 国賞さゆり、50、エグザイルの松本敏夫、42、幅広和、56、松原千恵子、72、が共演する。